じさん。今日の晩飯だ。さあ、そろそろ夕飯の支度をするか。さあ、夕飯だ。みんな、席に着いて。はーい。お腹すいた。疲れた。おいしそう。うまそう。あ、力也兄ちゃんだ。わー、兄ちゃん。おい、お前たち。力也兄ちゃん、やってやろうよ。ねえねえ。遊ぼう。兄貴、どうしたんだ。何かあったのか。親父が撃たれた。はい、今変わります。会長、お電話です。誰だ。例の計画の件でといえば分かると。堂島です。ええ、だからその件に関しては先日お断りしたはずじゃ。ええ、そうです。この件、東城会は一切手引かせてもらいます。だから断ると言ってるんだ。たとえ100億200億積まれても答え同じだ。それじゃ。会長。うん。今の電話、例の沖縄の一件では。本当に断っていいのでしょうか。どういう意味だ。お言葉ですが、今本家は直系白鵬会の上がりでやっていけてる状態です。もしあの沖縄の一件、うちが引き受ければ、この先10年は食っていけるだけの金が本家になだれ込みます。ざっと見積もって1000億、いや、それ以上の金が。それに今あの男に恩を売っておけば、後々政界との強いパイプが。黙れ。そんなことは百も承知だ。だがあの土地は奪えねえ。四代目の件ですか。東城会は四代目に何度も救われてきた。その人から居場所を奪うことはできねえ。おい。はい。急いで本部へ戻ってくれ。会長、会食のご予定はどうされるんですか。キャンセルだ。それより今、沖縄の土地買収を勝手に進めるような連中が出ないよう、組織を固める方が先決だ。お疲れ様です。
会長。なんだ。実は先ほど会長にお客様が。誰だ。それが。何。本当です。どこからどう見てもご本人としか言いようがありません。どこに。今会長室にお通ししてあります。分かった。